Earth Station 765 FM Kokoro 大阪南森町にあります FM Kokoro のスタジオから私清美がお送りしていますビルボードプレミアムプラス。続いてはライブ音源。今週は9月14日木曜日に行われた鈴木しげるさんと伊野秀文さんのコラボレーションライブです。鈴木しげるさんはご存知ハッピーエンドやティンパンアレイなど日本の音楽史を切り開いてきたレジェンドギタリストですね。伊野秀文さんは宮崎県出身の鍵盤奏者でトラックメーカー。2006年にエレクトリックピアノとサンプリングドラムを大々的にフィーチャーしたアルバムサティスファクションでデビュー。エレガントでありながらどこかダークな独特の世界観は海外でも高く評価されました。このコラボレーションはもともと伊野秀文さんのバンドに鈴木しげるさんを迎えるところから始まり、お二人とも手応えがあったのか、それ以降お互いの作品で共演し合う仲となっています。そしてこのコラボレーションが行われたのは今回で3回目になります。前回に続いてドラマーはあの林達夫さん、そして若手ナンバーワンと呼び声高い岡本津のベーシスト浜岡本さんが参加。ライブでは鈴木しげるさん、伊野秀文さん、お互いの曲、そしてカバーする曲を伊野さんと浜岡本さんがセレクトしたということです。鈴木しげるさんが60代、伊野さんが40代、浜さんが20代、つまり3世代のミュージシャンが音を合わせるとどういう感じになるのか早速聞いてみましょう。まずはアラン・トゥーさんの名曲を伊野さんがクールにキテレツにアレンジしたというサザンナイツ。2曲目は伊野秀文さんの代表曲スパルタカス、そして鈴木しげるさんの名曲100ワットの恋人。以上3曲お楽しみください。次の曲は浜くんが選んでくれた曲、はい、そうですね、はい、じゃあ浜くんから曲紹介を。お三方を前にして選曲するっていうのはなかなかハードルでございまして、皆さん自分がやることを考えてください。ただ2年前に一緒にご一緒した時に、まあ、いつかちょっとやりたいなと思っていたアラン・トゥーさんのサザンナイツというアルバムがありまして、まあ、その中から1曲やりたいというお話をしたんですけども、その中から1曲、アルバム名にもなっていますサザンナイツを、ありがとうございます。伊野さんがすごくキテレツなアレンジでかっこよくしてくれたのでぜひお聴きください。Find a better way.
Thank you.
もう一度鈴木しげるさん、林達夫さん、浜くん、そして井野秀文、どうもありがとうございます。最後はしげるさんの曲で締めたいと思います。では100ワットの恋人。偏せて生きてゆく
FM ココロ765ビルボードプレミアムプラス、今夜は9月14日木曜日に行われました鈴木茂、猪野秀文、スペシャルサポートウィズ林達夫&浜岡本ビルボードライブツアー2017の模様を一部お届けいたしました。一見全く違うフィールドで活躍をされている皆さんという感じなのですが、音楽を通じて意気投合し、こうやって一緒に音を作り上げる、改めて音楽の素晴らしさと楽しさを感じますよね。名曲砂の女、そして100ワットの恋人、こういうスペシャルなコラボレーションだからこその新鮮なアレンジでした。日本の音楽界を牽引し、今も第一線で活躍をします鈴木茂さんと林達夫さん、猪野さんと浜さんにとっては目標とする大先輩ということなんですよね。まあ、だからこそ追いつこうというよりも、逆に先輩をもっと奮い立たせようというような気合、そして曲のアレンジ、そのエネルギーが客席にも伝わり、とっても刺激的なステージとなりました。このようにビルボードライブ大阪では普段なかなか見れない共演もあります。ライブにもぜひお出かけくださいね。そしてライブ音源もこの番組でオンエアしていこうと思っています。 This is the new classic, The heart of the city FM Kokomo 765.